今回ホンダの新型シビックタイプ R の動画配信に伴う炎上についてお騒がせをいたしました。この動画をご覧になられて不快になられた視聴者様、そしていつもご協力をいただいておりますホンダカーズ某店長、また今回は他店になりますが、他店の某店長様、それに伴う関係者の方、大変ご迷惑をおかけいたしました。大変申し訳ございませんでした。今回、新型シビックタイプ R のレビュー動画を配信させていただきました。非常に心待ちに車を待っていらっしゃる方多々いる中で、不快と思わせるような動画の配信、またそれに伴って私自身が皆様のご指摘に従わず、自分自身の非を認めないというコメントを繰り返していった後に起きた炎上ということで認識をしております。またお店には迷惑をかけないよう努めてまいりましたが、私のミスによってお店の看板が映り込んでいることがわかり、私のミスによりお店に迷惑をかけてしまったと認識しております。今後は不特定多数の方が動画を視聴されるということをより一層認識しながら動画撮影に関わっていきたいと思っております。また、車のレビューの機会をこれまで通りいただけるということなのであれば、お店の方にも迷惑をかけないよう努めていきたいと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いをいたします。繰り返しになりますが、この度はホンダ新型シビックタイプ R の炎上について大変ご迷惑をおかけいたしました。今後とも皆様にとって少しでも有益なチャンネルとなるよう努めていきたいと考えておりますので、ご声援をいただけますと幸いでございます。この度は大変お騒がせをしまして申し訳ございませんでした。また、貴重なお時間を割いて本動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼をいたします。